めっちゃめっちゃメッセージです。はい、ということでね、えー、仙台ゆっくえ対明秀たちですね。もう明日から好ゲームがね、もう続きます。はい、もう仙台ゆっくりたいえ対明秀たちね。これね、自分なりに結構考えたんですけど、明秀たちはね、まあ、えー、石川ケニー君の右のね、えー、犬股犬坊どっちかわかんないですけど、まあ、その右と左の前たらまあ2枚看板やと。で、まあ、そのね、ケニー君が前掘ったんかな。で、えー、っとね、 逆に仙台育英はもう140、えー、143、えー、147右、左、144右、143左っていうね、思えたら145位がね、他にも何人かおるみたいな話を聞いたんで、もうすぐ投手陣は安定してると。ほんでね、まあその、勝手な予想なんですけど、えぇ、ー、明秀日立は、えっ、ー、とね、右バッターが、えー、めっちゃ多いです。ほんで、石川県人君と6番バッター。 ぐらいの子が左で、ほんで、それが全員右。ほんで、逆に、仙台育英はもうほとんど左で、右が少ないと。ほんで、だからね、この、開幕じゃない <laughs> あのー、誰が先発するねんて、勝ってない予想ですけど、名手秀たちはね、ケニー君か、そのケニー君以外の左が最初先発で来るかなって、自分の中では予想してますね。やっぱ仙台育英はね、ちょっと右に強いイメージがありますよね。こう、左バッターも多いですし。だから、こう、右ピッチャーじゃなくて、左ピッチャーで入って、ほんで、 もう最終的には、えぇ、ー、あの、犬又くんが滅んちゃうんかなとは睨んでます。ほんでね、逆にこう、明秀たちは、えー、それの逆、右バッターが多いんで、あのね、自分はこのね、先発はこの高橋君っていう、これ2年生ピッチャーですね、これ145です、マックス。ほんで、これはなんかね、<laughs> えー、左の斎藤君っていう、その、まあプロも注目されてるピッチャーが、ちょっと左腕をなんか、故障したらしいんですよ。ほんで、そっから高橋君が、もう言ったら、<laughs> 頼られて、ほんでその高橋くん2年生ピッチャーなんですけど、もう5セーブぐらい、えー、予選で5試合ぐらい掘ってる、まあ言ったら安定感のあるピッチャーですね。ほんで145も掘りますし、ほんでスライダーピッチャーです。というかこれをね、名手たちが、まあ、 どうう対応してていいくかっていうことですよねやっぱ今年はあのほんまにスライダーピッチャーに苦しめられる試合っていうのがもう見とってもやっぱ多いですし、えー、初戦の天理大山梨学院もねあのー、南沢く君のスライダーで他にもねやっぱスライダーピッチャーでやられてるって多いですよ一之輔学院のあのー、対えー 京都国際もスライダー、スライダーでやっぱ右ピッチャーのスライダーに右バッターがなかなか打てないっていうのが今年の甲子園あるあるで今年の甲子園のブームなんですよねだから大阪桐蔭も旭川大根の、ねあのー、スライダーピッチャーにえーちょっと手こずったとほんででもねやっぱそのスライダーを一番、えー、理想的にきれいにこう打ててるのはやっぱりこう山、あのー、長崎海星ですよね長崎海星は、まあ、あのほんまに ベースもね結構近くたってあの南沢君っていうねもう天理のほんまに注目ピッチャーで、えー、県大会も行ってじゃあ無失点で来てるんかな県大会も無失点で来てほんで山梨学院に初めて1点取られてでえー、っとね、えー、長崎開催相手にはもうヒット何本打たれたかいうぐらい打たれてしまってでもあれはね完璧にスライダーを。 外のスライダーを手出さんと、もういったら甘いスライダーを待って、打って、ほんで、スライダーは全部逆方向に引っかけずに打つっていうね、その右バッターの完璧な、えー、スライダー対策をしたので、あの勝ったと思うんですけど、でもそれを明秀日立がどうできるのかみたいな、その右ピッチャーのスライダーをどう対応できるのかっていうところで、やっぱりね、こう、なんていうんですかね、こう、まあ、イメージっていうか、野球を見ても、やっぱりね、こう、明秀日立って、 なんか自分嫌いとか言われるんですけど、そうじゃなくて、やっぱり名手人たちって、こうなんていうんですかね、実力野球なんですよ。個々野球なんですよね。言うたら、あの、個人個人のチームなんですよ。なんか言ってる意味わかりますよね。なんかあの、個人競技野球なんですよ。だからあの、逆に言えば団体競技野球って言えば、それこそあの、二升学者とかがわかりやすいと思います。こう、豆ってよりか、こう合わさって言うたら睡、睡眠睡味ちゃうわ。 睡眠やったあのこのね固まって大きい魚見たやつそう睡眠作戦なんですよだからあの名秀日とかはそんなに目立った選手はいなくても、えー、試合に勝てたりね札幌大谷とかもこ化したりできるだからねそういうチームじゃないんですよね名秀たちってこうおのれおのれじゃないですけど結構こう個人タイプ野球なんでだからその逆方向に こう細かかく打つといいうタイプでではないんですよだからねそういうことを思うとやっぱ仙台行方のこう徹底仙台育英ってやっぱり野球が細かいですしやっぱりこう党員をねこかしたりもしてますしやっぱこう野球で言うとねほんまローボールローボールでピッチャーも毎年いいですしあのバッター陣もほんまにスイングものすごい綺麗でやっぱその徹底ことはしっかりするってことでやっぱり明日は仙台行方が自分は初戦は初戦じゃないわこの1試合目は勝つと思いますはいということで皆さんの意見は どうでしょうえ、だから自分が主には仙台育英が勝って名刺たちが負けます。それじゃあ次の動画でお疲れ。